ごく一人じゃないですけど、宇宙の中でなんか何なんだろうっていうのがすごく、赤ちゃんみたいなちっちゃい頃だったんですけど忘れられないんですよね。でもなんか例えば砂漠の中で困ったことが、車が動かないとかあると、どっからともなく人が現れてるんですよね。本当ですか？すごい視力なのかなんかよくわからないんですけど、絶対来るんですよ。あ、そうなんですか。これまた不思議なところで、ちょっと忘れられないですね、砂漠は。なるほどね。まあ、でもフランス語で砂漠に単語に当たるこのデゼールって言ったら、本当に死にたいとか何にもないっていう表現によく使われますよね。やっぱりちょっとそういうデゼール的な、うん、あの、なんていうんですか、インプットがあって、それがひょっとしたらコンドマルトナにつながる。